もしかしたらもしかするかもね。一応ことなんで100ゲームのお乗せプラスジャッジメント3つ。よしよしよし。で一応ゴッドゾロイの時のジャッジメントはペルセポネとハーデスの振り上げが高くなる、高くなるんですけど、ただね半分ぐらいねケルベロスなんだ、なんだかんだとか。ちょっと反応がちょっとヤバくないか。おおおお、あ、そして右上がりきなな、これ来たろ。ああ来たよな、すごいすごい。あ、これ今日やばいな、これ。頑張れば150ゲーム前後ぐらいまで行くからね、これも。終わるな。あ、終わった。まあまあいいや、こんなもんだ。もうね、今軽く5000万円も約束されたみたいな状態ですけど、そんな難しいことやってないんだよね。まあ最初の初当たりのハーデスはね、あれちょっとびっくりしたけど、まあその程度のもんで、ね、別にじゃあゴッドゾレなんか珍しくもなんともないしね。まあ、ゲーム数の上乗せがでちょっと強いぐらいか。で、こうなっちゃうんだもんね。簡単な時はもうだから、いかに簡単かっていう話だ。あとはこのジャッジメントの、ね、今ストックしてる3つが、どこに振り上げられるかっていう、話ですよ。まず1セット目は終わりが見えてきたけど、まあこのジャッジメントがだから何に振り上げられるかだよな。全部犬だったりしたら、犬犬犬で
トータル200とかみたいなことが一応あるからね。っていう最悪の状況にならないことを祈りつつ、うん、これが曲がり間違ってプルセポネハーデスみたいなねことになっちゃったりしたら大変よ。犬以外あーしよしよし、ペルセポネ前だろ。初めて見た。ああそうなるんだ。あ、何もなし、ああこれ最低ねもうケルベロスイカだペルセポネとハーデスは結局揃えないと乗っかんないんだよね。一発でもそれやればペルセポネでまあ最低50か、でまたあの逆回転のフリーズの方ゼロゲーム連の方にねそこそこの頻度で行ってくれますんで、揃えられれば熱いんだけど揃えられないと当然ね、なんもなんないんでね。
うぅ、最低だ。うぅ、もったいない。まあ犬はしょうがないけど、でもさっきのやっぱペルセポネだよな。しょぼしょぼゴッドで終わりそうだね、これ。犬がいき、犬がいき、犬か。レア君、これはいいよ、これはいいよ。おおおお、頑張ってる。おーしよ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 し、おーいいぞ。さあ頑張れ頑張れ。おーしよしよしよし、よし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 、おー強い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 、おー50、おい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 、どうした。いやこれは強かった。犬で230はこれそうそうあるようでないよ。まあどうにかまあこれで格好ついたかな。